ゴットフリート4世は、下ロートリンゲン公、トスカーナ編教博、セムシ公と言われる。アルデンヌ家のロートリンゲン公、ゴットフリート3世と、センサイドダの間の長男。1054年に、父ゴットフリート3世が、トスカーナ編教博ボニファーチオ4世の未亡人で、あったベアトリクスと結婚したとき、ベアトリクスの連れ子であった、マティルデと婚約し、 父が死去した1069年にマティルデと結婚した。結婚後、二人はロートリンゲンで生活したが、1071年頃に生まれた男子が創生すると、翌1072年にはマティルデはマントバにいた母、ベアトリックスの元に戻った。ゴットフリートは同年秋にイタリアのマティルデの元に来るものの、1073年8月にはロートリンゲンに一人で戻った。妻、 マティルデが、ローマ教皇グレゴリウス7世の崇拝者であったのに、対し、ゴッドフリートはグレゴリウス7世と対立する、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世を支持し続け、1076年1月24日のボルムス帝国集会においても、主要な俗人諸侯らが皆欠席する中で参加した。同年にゴッドフリートは、フラールディンゲンで暗殺された。これは、教皇派によるものとも、妻、 マキルデによる毒殺とも言われている。死死がなかったため、おいで、姉妹イダとブローニュくウスタシュ2世の子ゴドフロワド、ブイヨンが後継者とされたが、シモロウトリンゲン公位は皇帝ハインリヒ4世の次男コンラートに与えられた。コドフロワドブイヨンは1087年にシモロウトリンゲン公となった。藤沢、P40 山部、P91。ありがとうございます。